東京都多摩市立愛和小学校研究主任佐伯俊太郎です。本校の研究テーマ、タブレット PC の日常化が開く新たな教育スタイルの創造です。非常に難しいですね。明治5年に学制が公布され、近代的な学校制度が定められました。学校に行けば将来のための時代と技術、それを学ぶことができる。では現在の学校、果たして将来のために時代や技術教えてくれるのでしょうか。私たちはそこに問題意識、危機感を持ちながら日々の教育活動に携わっています。本校の取り組み実践について少し動画で1分半ほどご紹介したいと思います。校長の松田がどうしてもこの1分半の動画を入れろと、貴重な5分間の1分半ですが、こちらで少しイメージを、本校の活動についてイメージを持っていただければというふうに思います。ご覧ください。新たな教育スタイルを創造する上で3つのリデザインが不可欠となります。授業、教師、地域。本日の中間発表では1つ目、授業のリデザインについて少しお話をさせていただきます。環境が整えば授業の何が変わるのか。答えは全てです。朝学習、宿題、解説、調べ学習、発表、評価、これらすべてが変わる、変えなければならないことになります。右下のこちらご覧ください。共同学習、こちらが本校の研究の活動のメインとなるものです。スクールタクトというアプリを使用しながら共同学習に取り組んでいます。子ども同士のコミュニケーションによる学び合い活動、それを共同学習と本校では捉えています。こちらも少し動画をお見せしながら説明したいと思います。今これは iPad を介して子どもたちがコミュニケーションを取っています。教師の役割としては教えるのではなくて、気づきを促したり学習学びを深めること、ファシリテーターの役割となっています。今後授業だけでなく教師のリデザイン、ティーチャーからファシリテーターとしての役割、地域のリデザイン、補習であったり、現在夏休みの持ち帰りも進めていますが、そういったタブレット端末との関わり、そういった地域のリデザイン、これらも研究まとめをしていかなければならないと考えております。最後です。3月12日パナソニック教育財団特別研究指定校として研究発表会を開催します。
ぜひお越しください。これで多摩市立相和小学校中間発表を終わります。ありがとうございました。